10分カットを歌う店舗10分間カットは1990年代後半から日本で登場した美容室、美容室の業態。10分カットとも言う。格安ヘアカット専門店として営業し、料金を1000円台に設定する店が多いことから1000円カットとも呼ばれる。10分間程度でヘアカットのみを行い、切った紙は先発せず掃除機で吸い取り終了する。 美容室業態の店舗ではドライヤーで切った髪を吹き飛ばす。シャンプーブロー、スタイリングなどは省略されるが、オプション料金を支払うことで追加メニューとして実施する店舗もある。先発スペースを設けて散髪後に、セルフサービスでシャンプーやスタイリングを行えるようにしている店舗や、自動洗髪機を導入している店舗もある。料金支払いには、 自動券売機を導入し、番号札を発見して、客を待たせるようにするなど、利美容師がカット作業に専念できるよう工夫されている。またコスト削減のため電子マネー決済を導入したり、釣り線や両替金を用意していない店舗も存在する。簡易な設備と比較的安い人件費で済むことから、多くの参入があり、近年は価格競争が激化している。 10分間のうち実際にカットする時間は6から7分程度で、カットプロセスを簡略化、パターン化することにより、技術者の修練期間も短縮している。大規模なチェーン店では、従業員の動きがマニュアル化されている。設備を簡略化しているため、強小な敷地でも出店が可能であり、急ぎの客が多い駅前や駅中、買い物の合間に利用できるショッピングセンターなど、 リビ用室としては、立地条件の良い場所に出店する場合が多い。なお、日本国内では、法律等の規制により実現されていないが、海外では一坪程度のスペースに一石分の設備を備え、非営業時には、椅子や兄台を折りたたんで格納できる、シェル型としての出店もあり、日本よりも、さらに小規模で出店することも可能である。ありがとうございます。